28日に投開票日を迎えた衆議院東京15区の補欠選挙をめぐって政治団体翼の党の候補者など3人が他の候補者の街頭演説を妨害した疑いがあるとして警視庁から警告を受けたことが分かった警告を受けたのは翼の党から出馬した根本良介氏や党代表の黒川敦彦氏ら3人捜査関係者によると 補選公示日の16日、東京・江東区の JR 亀井戸駅前で、3人が他の候補者の街頭演説の近くで大音量で演説するなどした行為が公職選挙法の自由妨害に当たると判断したという。翼野党の活動について、小池百合子東京都知事は、会見でこれまで経験したことがない選挙妨害が発生していると指摘した。 FNN の取材に対し、翼の党の黒川代表は、警告は、職権乱用だと思います。法律で許されている範囲の中で、最大権利を行使しているだけと話している。私がまとめたネチズンのコメントは次の通りです。それを言うなら、選挙妨害は、拡声器を使えるなどの候補者の権利乱用でしょう。ビジネス化するんですってね。 街頭演説という国民の財産を既存しているのですよ。脱法行為に対策をしないと。政治家の方々が選挙妨害に屈しないことを示し、公職選挙法の改正をしてください。政治に対する信頼を回復してほしい。私はことの成り行きを見ています。純粋な選挙活動なら保護されるべきかもしれないが、この人たちは違う。 むしろ選挙を利用しており、より厳しく処罰したとしても、国民感情にも合致すると思う。早々に公選法なり改正すべき。現段階でも何かしらやりようはあるでしょう。TV 報道は断片的であったが、各社の画面を見る限りが、選挙妨害としか言いようもない所作であろう。それをメディアも間接的に表現したのであろう。 選挙頃、小学生の頃父親がよく言っていた、正しい選挙のためでない目的での行為だ。司法の取り締まりを期したい。こうした暴力的な行動に出るということは、自分たちの政策、主張に自信がない少佐だ。今回の補選で当選した候補者は、これでは怖くて、立候補する人、とりわけ女性が選挙に出ようと思わなくなると言っている。警察は、 警告ににめず選挙中ででであっても身柄を拘束ききるようにすべきではないか職権乱用って言いますが、候補者近くで大音量で妨害するものを警告することのどこが、職務についての権限を超えたり、悪用したりして、国民の権利を犯すことになるのか。言ってわかるような組織、団体なら行わないので言っても、無駄とは思いますが。 あの大音量妨害演説が法的に認められるのならば、日本の選挙は成り立ちませんから、あのような行為は明らかに選挙妨害です。何が職権乱用なのだろうかこのように法律の網をかいくぐって、悪を貫くような輩にはそもそも庶民の代表である、はずの議員の資質はなし。警察も選挙管理委員会も、 ビデオなどの証拠がたくさんあるのだから法にのっとっとり毅然とした対応を行うべきであったのではもっと早い段階で警告すべきだったしなんなら現行犯逮捕で対応すべきだったと思いますあんな荒れた選挙妨害を見たのは初めてであり有権者側にとっては相当な迷惑行為これが選挙のスタンダードにならないことを願います今回の選挙での彼らは 他候補に対する誹謗中傷や時には暴力などほとんど反社会的な団体と変わらない行動に終始したしかるべき措置が取られないと日本の民主主義に必ずやかこを残すだろう今回の選挙妨害も警告で止めなかったら逮捕が妥当大久保公園の立ちんぼもホストクラブも警察が動いて初めて減少した最近は 警察が動かないから拡大する犯罪が多すぎる。人が殺されたら動くが、殺すまで動かない警察では意味がない。